シセロこと、シセロサントスは、ブラジルエスピリトサント州カステロのサッカー選手。現在は、無所属。ポジションは MF。EC バイヤーで、トップチームデビュー。フルミネンセ f C にユーティリティープレイヤーとして、中盤より、前のポジション全てを熟すようになった。コパリベルタドーレス2008では、グループステージで、美しいフリーキックを見せたほか、 決勝戦の PK 戦で唯一 PK を決めた選手となった。2008年夏にドイツブンデスリーガのヘルタ・ベルリンに加入。8月17日に初出場するとレギュラーとして活躍した。その後、VFL ・ボルフスブルクにも在籍した。2011年にサンパウロ FC に加入し、1年半在籍。2013年1月1日に2013シーズンの 契約を結ばないことが報道によって明らかにされた。同月8日にサントス FC に2年契約で移籍。カンピオナートパウリスタではネイマールに及ばなかったものの得点ランキング2位につけた。2014年7月にフルミネ年制に復帰。2015年にはカタールスターズリーグのあるガラファへの期限付き移籍を経験した。2016年12月にサンパウロに再加入。 コパド・ブラジルのパラナサッカーテクニカルセンター戦では、ハットトリックを達成し、ロジェリオセニ監督も、32歳という年齢で、経験もあり試合を、内外から、よくコントロールできる。と称賛した。ロジェリオセニが解任されると出場機会を失い、相互の合意のもと契約を解除。2018年にグレミオフ・ブッパに加入しレコッパ、スダメリカーナ2018に出場した。 2019年2月6日、ボタフォゴ FR とシーズン終了までの契約を締結。レギュラーとしてリーグ戦32試合に出場し、同年末には契約延長オプションが行使される。2021年2月末にクラブとの契約を満了し対談した。ありがとうございます。